はい、こんにちは、カズボーです。風来の試練続きやっていきたいと思います。ですね、もう何回目だろうね、これね。そうか、天の恵みとかあんのか。まあ、なんて言えばいいんだろうね。だんだんシステム的に理解してきたかなっていうのはあるんで、この天の恵みとかね、使ってもいいんだけど、あのドラゴンキラーとかさ、初めて拾ったんですよ、ちょっと前のパートで。だからそういう時にね、やっぱ使った方がいいのかなって。白紙とか拾ったら、そう、天の恵みって書けば、プラスになるでしょうし、だからちょっと奥の方までアイテム持っていってね。で、あと女の子いたじゃないですか、預かり所。あそこで、まで、あそこ解放すれば、ちょっと糸口見つかんじゃないかな、攻略のって思ってるんですよ。でね、このお竜さんを。おこれ何なんだろうな。やっと識別できる。あ、やっぱり値切りか。あ、でもいいね。あ、安く、待って、値切りって安かったんか、これ。保存ってなかったっけ？ないか。場所替え。場所替えとかもいいんだけどね。値切りか。何も起こらなかったら値切りとかさ。まあ、混乱よけとか、サビよけとか。まあ、そんなんかなと。刀投げる。長巻きはいらない。いや。ここ追い込めばピータン倒せるよね。あいつおにぎり持ってっからちょっとレベル上げたいんですよね。あ、これ追い詰めたか？イエイ。亡霊が怖いっすよね、やっぱりね。8まで開けっか。お、いいね、いいね。お竜さん。いいね、目つぶしお竜。これずっと連れていければいいよね。やられなかったらずっとついてくるよね、これ。なんで、こういうキャラをいっぱい連れてって、いけばいいんで、ポポロとか、ポポロってわかります？トルネコの大冒険の。トルネコの息子。あれ？もう一匹いなかったっけ？あれがモンスターを仲間できる特殊能力っていうか、そんなん持ってるから。お、いいね。これも売っちゃっていいね。もう装備できない。 お金に思えるよね。おっ、こう、待って、何でも、ん？ 7、6、 鉄鋼3とか強いよな、そう考えると。ちゃうか。うん、巻物。識別。場所替え。絶対じゃ。5回使える。あ、川の盾。ここら辺はまあやられないから。倒したか、やっぱり。なんだ、なんか落とした。お金。やっぱ仲間いると強いね。これやっぱ仲間入れていくべきだよな。魔食夢中だっけ。あいつ強えんだもん。強えんだもんっていうか、多分倒せるよな、あれ。うまくやれば。なんか手応えあったもん、普通にダメージ、20何ダメージとかだけど。あれ多分300とかあんかわかんないけどね。どんぐらいあんだろう、300で合ってんのかな。わかんないけどね。なんか、でもそんぐらいありそうだよ。
追っかけていってる時さ、違う場所入ったらあれだよね。えらい。でもだんだん上手くはなってきてると思う。だって一番最初なんか全然分かんなかったもん、本当に。なんだこのマップっていう感じだもんね、ここね。天の恵み。とりあえず行けるとこ全部回るのは基本ですね。トルネコ感覚でやってる人には、ちょっと難しいんかなっていう感じすんのよ。だからまた勝手が違うから、ただある程度さ、やっぱ負け物の名前違えど、こう武器とか名前違えどね、なんとなく一緒じゃん。川の盾みたいなんとかさ。そういうのはあるけどね、ここでさ飛ばされたりすると嫌だよね。62だからあと2減ったら使えばいい。亡霊は倒しておいた方がいいもんね。あー焦った、飛ばされたかと思った。やっと覚めたって、やっとって感じか。これ明かりの巻物、やべやべ。これ薬草ダメか。うそー、オリュウ。え、オリュウやられちゃった、もしかして。あれが嫌だったんだけど。うそー、マジか。せっかく集めたのに。あー、この一歩油断だよな。あのアイテム取りに行ったらやられちゃうかな。ピーターいたもんね。何の音あれ。オリュウ生きてる、もしかして。ちょっと諦めてるんですけど。あ、いた。あんた偉い、生きてた。しかもよかった。戻ってきて正解だね。困った時はいる。これを次のところに持っていけばいいな。そっか、腐った、あれがあんのか。あんなおにぎりね、保存の壺に入れときゃいいんだけど、ないんだもん、保存の壺が。まあ、おりゅう生きてるだけでいいや。別骸骨窓の正式しておいたから、まあいいや。やっちまったね。あ、着いたけど、ここでさ、とりあえず預かり所で、ここに困った時の巻物がいっぱいあるから、ここに置いときましょう。ねぎり、腐ったもの、これいらないの売っちゃえばいいんだ。識別、骸骨窓も置いとこうか。白紙も置いとこう。死んだレアだから。ここもうクリアするぞって時に、一から持っていく。ね、そういうやり方だもんね。だってね、識別、お払い。これは持っていこうか。ねぎり。うん、ここで店あったよね。店なかったっけ、ここ。あったよな。あ、ないか。待って、食ってこれ。店なかったっけ、ここ。まあ、いや、宿泊まって。ああ、おにぎりやだな。あ、おにぎり食べとけばよかった。そっか、食べて、ここで毒治るもんね。あ、食べても意味ない。あ、これなんか、待って。ここ来たことないかも。
あ、来たことあるわ。ドレインバスター。鍛えといていいかな。刀も大事だけどね。刀捨ててもいいか。ドレインバスターはちょっと取っときたいね、なるべくね。そうか、別にこい、あー。ドレインバスターは、湿地帯越えるときに持っていければいいから、あそこまで持っていけばいいのか。ってことは、壺がないからこれどうすればいいんだ。またイベント起こるよね。待っていたぞ。はい。こ。あ、やった。え、待って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 、合成入った。いや、大丈夫。吸い出しってないのかな。だから、ドレインバスターとか、なんか、成仏の釜とかあれ入れれば、あー、でも持っていかなくちゃないのか。だから、中身入れとかないで、持っていくときに、そうだ、持っていくときに、そうだよね。待てや。ってことは、あー、待て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 。合成だからプラス値上がるはずだから、これ置いといて、ドレインが置いといて、これも置くでしょ。いや、待て。これで、困った時、待て。違う。天の恵みを、で、これ置いとけばいいんだ。で、プラス値上げるときに、合成すればいいんだよ。そしたら盾とかもプラス値上がるでしょ。で、壺増大で、困った時は全部置いといていいや。多分やられっから、ね。壺増大、吸い出してないもんな。合成って何回ももらえるのかな。だったらすげえいいんだけど。白紙。だから白紙も天の恵みって書いて、ドレインをもうプラスしまくって、でも次のとこ女の子助けた時に次の場所持っていけばいいってことだよね。だよな。まあそうだよな、どう考えても。ここの白紙を、天の恵みでいいんだよな、読み方。だって今ここにあったってしょうがないもんね。あ、だんだんなんか使い方分かってきたね。OK。ね、で、これを置けばいいんだ。で、合成して、クリアすればいいってことだ。ね。だからこれでとりあえず行って、あ、刀鍛冶って自分やった？やったよね、今回ね。だと、ドレインと合成はここで置いといていいや。合成の壺次のとこ持っていければいいんだけど、あの女の子をまず助けてないからね。つきたいかって。なくなったらやだもん。うん。だから、妖刀かまいたちさんを入れたとする。こん棒さんに、ああ、そういうことで。うん。かまいたちってあんの？いやいやいや、わかった。一緒わかる。ここは一緒。あんだから要は、杖もプラスなんのか。ああ、なるほどね。聞いといてよかった、今説明。杖も合成、あ、指輪も合成できる、もしかして。じゃあ。あ、腕輪か。あ、まあいいや。それはここに預けまくって、拾った時に、よし、拾ったって動画作ろう。とりあえず、行けるだけ行ってみてね。ってことは、オリュートさらばしなくちゃいないのか、また。しょうがねえか、それは。なあ、アイテム集めて、ちょっと女の子連れて行こう。でも、やっとなんか、クリアできない理由が分かってきた。あんなどう考えても計算しても無理だなと思って。だから、自分すごかったんだね、そう考えたらね。30回まであんなスルスル行って。まあ、運だったもんな、完璧。ボス行って思わなかったけどね、びっくりしたね、あれは。トルネコとかでもさ、奇妙な箱とかいたんだけど、
あれは別に倒せるもんね。次ぐらいから、じゃあ、あれか。ちょっといいもの拾って、プラス。アップでよかった。よかった、危ねえ。今終わったと思った。いや、いいね。やってやり方、あ、でもだいぶアイテム消えた。これ罠で消えてんだよね。レベル下がるのか。ああ、レベルっていうか、あれが下がるよな多分。ああ、おにぎり、腐ったおにぎりしか持ってねえから別にいいんだけど、うん、いいや。見えるっていいなこれ。もうなんだこいつも。真空切りいいね。また拾ったけど。自分か、ポン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 使いすぎだったんだな。あれ、イオだもんね。よくよく考えたらね。トドの立てなかったっけ。これさ、あ、ダメか。なんかこれ、縦のとこ取りに行かなかった。何盗みた、草とおにぎり。いや、いらない、あげる。なんで様子を見ているって。いいよもうあいつ。女の子探さないといけない。毒消しがあればな、おにぎり食べちゃうんだけどな。やべ、こいつの鉄の矢欲しいな。これ、あの壁崩れるのってなんな。こいつやだね。屋根っていう概念ないよな。あ、いいね。あ、なんで上行くかね。降りるって回復してんのかなこれ。やばくね。
あー、素早さが下がってんのね。来た。強い。強いんだよ、ドータヌキ。な、これをベースにして、あの、ドレインソードくっつければいいってことだ。マジかい。オリュウ、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 死ぬなよ。来た来た来た、よかった。どうた、あー、もうやっぱ女の子連れて行きたいよね。あれ？どこ行った？あ、来た来た来た。どっかしらうろうろしてる女の子いるはずなんだけどね。それをまず下の連れて行かないといけないから、この次か、いるの。あれ、背中かな。あ、入れ替わった時手に入んないんだ。あ、押す背中かな、これ。背中かトドで。やばくなった時アイテムのところで使えばいいか。さて。出せんね。ってことはさ、保存だね。さっきこれあれば、おにぎり腐らなくて済んだ。大事なものを入れとこう。これは出す。売れるからね。入れる。まあ刀も売れっかんな。そっか、まあいいや、お払いがあるから。なんだこれ。あー、あった。おお、え、なになになに、何それ。一つ目殺し。ドレインバスターを置いてきたね。あれ、プラス1だな、多分1800って。買ったんだ、置く。こんな無理だろ。ないよ。そういうことか。さて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 、ちょっと待て。女の子連れて行かなくちゃないよね。で、川の盾、ねぎりってそう使うのか。そっか、自分ねぎり普通に買ってたね。家ってやんないとダメなんだ。で、これが保存でしょ。保存に壺増大使ってもいいかな。妖刀かまいたち、一つ目殺し、一つ目、あのゲーザーとかそんなんじゃない。必中の剣もいいよな。だから次の女の子のところに、これ全部持って行って、合成の壺を次回行った時持っていけばいいんだ。で、入れて割ってもいいかな。ガイバラ先生絶対くれんのかな。だからどうしても女の子を連れていかなくちゃないよね。はい。ということで、ちょっと早いけど今回これ終わりたいと思います。こんな店あるんだね。で、値切りました。ね。いろんな剣と値切り、あと合成。
ね、なんとかしたいですね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。